白丸は国際汽船の木ヌヶ笠丸が高松船の3番船。日中戦争から太平洋戦争にかけて特設水上規模艦、特設工作艦、特設運送船として運用された。高速優秀船主義を採用し、船舶改善助成施設などを活用した大幅な船室改善の一環で国際汽船が建造した木ヌヶ笠丸が高松船の一席であるが、 ネームシップの絹がガサマルが川崎造船所で建造されたのに対し、続くカシーマルとカクマルはハリマ造船所で建造された。カクマルは1936年6月30日にハリマ造船所で竣工し、竣工後は日本優先の委託船となってニューヨーク航路、ヨーロッパ航路に就航する。しかし1937年7月に勃発した日中戦争により、 商業航海から一時離れることとなる。8月25日付で日本海軍に徴用され、同時に特設水上規模艦として入籍する。この時点では、首都世型水上規模艦は竣工しておらず、各て各丸は特設艦船ながら、若宮、野登領、新井に続く日本海軍4番目の水上規模艦となったのであり、航空関係で動員された初めての、 特設艦船でもあった、横須賀海軍交渉での偽装工事が行われた。工事終了後、第三航空戦隊に属して、中国中部及び南部方面に進出、急行攻略船及び観光攻,攻略船を航空機体をもって支援し、航空機体は南米攻撃では陸上戦闘機体と互角に対戦した。やがて戦線が奥地へ移動したため水上機体の 作戦もとりあえず終了し、1938年12月15日付で、一般徴用船に類物変更の後、1939年1月15日付で、特設工作艦となる。しかし、その期間は短く、4月20日付で開業されて、商業公開に復帰した。商業公開に復帰後の9月4日、早朝。 ロサンゼルスから横浜に向けて航行中に北湯46度16分、東計177度10分、北湯46.267度東計177.167度、46.267、177.167の北太平洋上において濃むに襲われ視界が効かなくなり、ロサンゼルスに向けて航行中の火却線リオデジャネード、丸が突然目の前に現れ、 各丸の選手ハリオデジャネイロ、丸の左箇部に衝突する。各丸ハリオデジャネイロ、丸の乗客51名を収容の後、栄光作業に取りかかる。うねりのある洋上でロープを渡した後、18日間かけて、機体海峡入り口まで、栄光の後タグボートに入りオデジャネイロ丸栄光の任務を譲って、9月22日に神戸港に入港した。 1941年10月31日、各丸は日本海軍に再度徴用され11月10日付で特設運送船として入籍した。11月11日から11月24日まで三菱長崎造船所で偽装工事が行われた。開戦後はタラカン島攻略船に特設運送船国側丸などと共に参加。その後はラバウル、サイゴンなど南方各地と 日本本土との輸送に任じる。汽船団にもしばしば加入。1943年11月16日、国際汽船が戦時統合により、大阪商船に吸収合併されたことにより、各丸も大阪商船に移籍する。1944年9月10日、各丸は陸軍特殊船機微津丸、特設運送船後国丸とともに、マも零産船団を編成して、 マニラを出港したが、途中、非72船団と交流して、文字に向かうも非72船団は9月12日に、アメリカのグローラーパンパニと、シーライオンの三潜水艦のウルフパックに捕まり、多大な被害を出した。船団は、サーアに、開港の上、顔ぶれを改めて9月16日に出港するが、9月20日に、B、B-24 の攻撃を受けて、特設運送船朝か丸、 解剖艦ミクラと共に被弾損傷し、高尾に開口の上修理が行われる。修理後は、キールンに開口の上で船団の航行を再開し、文字に到着した。10月26日、各丸は、非79船団に加入して、文字を出航した。10月30日に、高尾に、寄港の後、特務艦マミヤと共に、船団から外れ、新たに二等輸送艦4隻と共に、 タマ 31A 戦団を編成して11月2日に高尾を出港する。ところが、翌11月3日明け方、北緯19度57分統計121度50分、北緯19.950度統計121.833度、19.950121.833のサブタン島近海に差し掛かったところで、アメリカの潜水艦、 セールフィッシュの来撃に遭うもこれを回避した。ラポック湾で下迫の後、11月4日朝に航行を再開したが、リンガエン湾港を横切って南下していた17時48分頃、北緯16度30分統計119度46分、北緯16.500度統計119.767度、16.500119.767のサンチャゴを航行中に、 アメリカのレーブリーム及びギターロの三潜水艦からなるウルフパックの攻撃を受けた。最初に攻撃したのはギターロで16時5分に1万トン級大型輸送船、すなわちカクマ丸に対して魚雷を4本発射し、うち1本が命中した。続いて攻撃したのはブリームで16時30分にカクマ丸に対して魚雷を4本発射し、うち1本が命中。 各丸は、魚雷の命中により、大火災が発生して、航行不能となった。約2時間の地の19時2分、霊が停止している各丸に対して、魚雷を2本発射し、2本とも命中し各丸は、間もなく沈没した。残った二頭輸送艦は、サンタクルーズに逃げ込んだ。1945年1月10日付で除籍及び、海洋。各丸の撃沈は霊、ブリーム。 ギター炉の共同戦果として扱われた。なお使用目の一部数値が情報修正されているが、その理由は定かではない。日本海軍史第9巻の召喚履歴に基づく SS、SS-363、アセスギターラップ120から121記載時間、SS-243、アセスブリンプ142から143、 記載時間 SS-271 アセスレイパートに PP 22から23記載時間ありがとうございます。